すがれゆく意志、時代のうねり、人の夢、人々が自由の答えを求める限り、それらは決してとどまる。捕まったのだ。今夜は自首したのだ。イーストブルーにロジャーズと同じことに飽きがかかった戦士のあの言葉。皆さん、ゴールディロジャー知ってるかな。ビリー生きていたのか。で、意志厄介なのはいつもディリー。ここへ来て少々その名が人目に触れすぎているようだ。政府の役者はこれを何と呼んでるか知ってるか。ゴールドロジャー、これはゴールディーロジャーだ。ディーってのは何だ。よし、教えてやろう。遥か昔の話だ。この100年が明けた今から800年前、その時ちょうど誕生したのが世界政府。遥か昔の文献といくつかのポーネグリフを読み解くことで、我々はやがて一つの国の存在に気づいた。かつては強大な力を誇ったようだが、その国の情報は必要なまでにかき消されたようだ。伸びた者たちの敵が、もし現在の世界政府ならば、紅白の100年とは、世界政府の手によって揉み消された不都合な歴史とも考えられる。敗北を悟った彼らは、その質を未来へ託そうと、全ての真実を一心に刻んだのじゃ。それこそが、現代に残るホーネグリフ。その王国の存在と思想こそが、脅威なのではないか。ロジャーの意志を継ぐ者たちがいるように、いずれエースの意志を継ぐ者も現れる。血縁を断てばあいつらの炎が消えることはねえ。そうやって遠い昔から脈々と受け継がれてきた。そして未来、いつの日かその数百年分の歴史を全て背負って、この世界に戦いを挑む者が現れる。おめえたち世界政府はいつか来る。その世界中を巻き込むほどの巨大な戦いを恐れている。あの宝を誰かが見つけた時、世界はひっくり返るのさ。必ず俺は
この世界を変えてみせる。あの男はまだ動かない。世界中の革命家たちのロマン、革命家ドラゴン。思うままに生きろ、ルフィ。時代は時として、あらゆる偶然と四季を帯びて世界に問いかける。我らはいずれ出会う日も来るだろう。俺はモンキー D ルフィ、海賊でゴム人間だ。でもグランドラインに行くんだ。いいね、ドロドロじゃない。僕はゴムでなくちゃ。だから俺は海に出たんだ。ドラインに行ってワンピースを手に入れて、俺は海賊王になる。よし、行くか。お前の D の意志を継ぐ者ならば、この時代のその先を俺に見せてみろ。俺はやるぞ。D の意志、一体何？ワンピースは偽りするな。行け。少なくともあの子の狙いはない。俺は死なねえぜ、相棒。